ジョン・デューイ、ジョン・デューイ、ジョン・デュー八1859年10月20日から1952年6月1日は、アメリカ合衆国の哲学者。チャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェームズと並んで、プラグマティズムを表する思想家である。また、米国では、機能主義心理学に貢献したことでも知られている。20世紀前半のアメリカ哲学者の中でも、 代表的かつ進歩的な民主、民主主義者、ポピュリストだった。リチャード・ローティは、最も敬愛する哲学者として評価し、我々をプラトンとイマヌエル・カントの呪縛、ドグマから解放したと指摘した上で、17世紀の哲学者が、スコラ哲学に対して、革命を起こしたように、正確な表彰という、それまでの知識理論を拒絶した点で、 ルートビヒウィトゲンシュタインとマルティン・ハイデッカーに波としている。またヒラリー・パトナムもデューイをヒーローとしている。1859年、アメリカバーモント州ーバーリントン町の食料品店に、父アーチボルトと母、ルシナの三男として生まれる。デューイ家はイギリスから移住してきた開拓者の末裔で、父はその四代目だった。裕福とは言えず、少年時代のジョン・デューイは、 新聞配達や農場の手伝いなどをして小遣いを稼いでいた。15歳の時、兄のデイビス・リッチ・リューイ、1858から1942の地経済学者、統計学者が通っていた名門バーモント大学に入学。大学では、チャールズ・ダーウィンの進化論や、オーギスト・コントの実主義哲学、社会哲学などに感化された。 成績優等のためザ・ファイ・ベータ・カッパ・ソサイティに入会。バーモント大学卒業後は、ペンシルベニア州で、高校教師を2年間務めたが、中等高等教育機関での教師には、自分は向かないと考えるようになり、バーモント州の小学校で1年ほど勤務する。1882年、ジョンズ・ホプキンズ大学大学院に再入学し、心理学者、スタンレー・ホールの下で学んだ後、 同大学心理学研究所で働きながら博士号を取得。出版されず紛失した博士論文の代はカントの心理学だった。1884年からミシガン大学に勤務。2年間講師を務めた後、助教授に1889年に30歳で教授になる。このミシガン時代にはヘーゲル及びドイツ関連論を主に研究していたが、 1891年に留学先のドイツから帰国し、同大学講師になったジョージ・ハーバート・ミードと交友関係を結び、ヘーゲルの影響権から抜け出す。ミードはウィリアム・ジェームズの教え子であり、デューイはジェームズにも影響を受けるようになる。1894年、新設されたシカゴ大学に哲学科主任教授として招かれ、ミードと共に移る。 シカゴ時代に経験に基礎づけられた知識の理論を開発し、ソートイッツサブジェクトマターとしてまとめれ、さらに大学同僚との協調、スタディーズ・インロジカル・セオリー、1903として出版される。後新しいプラグマティズムとして認知される。1896年には既存の心理学を根底から覆した初期の最も重要な仕事とも言われる。 心理学における反射弓の概念、ザ・レフレックス・アーク・コンセプト・イン・サイコロジーを発表する。同年1月、実験学校ラボラトリー・スクール、後、シカゴ大学附属実験学校を作る。個人宅を借り、生徒は16人、教師は1人、他に補助教師が1人であった。様々な折衝を経て、1898年秋には、実験室や食堂などを付設した校舎に移る。 生徒は82人になっていた。翌1899年4月、関係者や生徒の親たちを前に3年間の実験の報告を3度行う。この講演の即記をもとに出版されたのが後に、教育理論の名著として知られることになる。学校と社会、1899年出る。なお、実験学校は1903年まで続き、後留意スクールと呼ばれる。 なお同年、アメリカ心理学会会長に選出されてもいる。1904年からは、ニューヨークのコロンビア大学で、哲学教授となり、晩年まで50年近く務める。デューイは、コロンビア大学で、哲学者としても教育学者としても、精力的に研究、執筆活動を行い、名実ともに、アメリカの哲学会、教育界の大一人者となった。 1905年には、アメリカ哲学会会長就任。また歴史家、チャールズ・ビアード、経済学者、ソースティン・ベブレント、ジェームズ・ロビンソンと共に、ニュースクール、後ニュースクール法ソーシャルリサーチを創設する。1916年には、民主主義と教育、エッセイズ・イン・エクスペリマントル・ロジック、実験論理学論考を発表。九百十九年から百二十一年に、 かけて日本と中国を訪れ、中国では長期滞在した。1922年には人間的自然と行為を発表。1924年にはトルコに勝兵。1925年、劉威の最も刑事上学的政策と言われる経験と自然を発表。1926年、メキシコに勝兵。1927年にはボルターリップマンの 幻の公衆への応答として書かれ、民主主義を擁護した公衆とその問題を発表。1928年にはソビート連邦を訪れる。ソ連で留意の教育理論が受け入れられたため視察に向かったのである。1929年、世界恐慌が起きる。第一次世界大戦後の1920年代はアメリカの永久の繁栄が謳歌されていた。 時代であったが、それが崩壊する契機となる。危機の時代の中で、1931年には、個人主義を発表する。また、1930年代には、教育予算が削減され、数々の学校が閉鎖したり、教員が人員整理されたりした。これを受けて、デューイも自身の教育理論を、反省的に練り直すことになる。1933年には、チャイルズとの協調。 経済状態と教育を発表する。1934年には経験としての芸術と宗教論である共通の心情を発表する。1935年の自由主義と社会的行動などにおいて伝統的な個人主義は社会の集合状態に応じて普段に計画、プランニングし更新していくような実験的、共同的な思考と方法にまで 再構成されるべきであると主張する。後この実験主義は論理学、探求の理論で一般理論化される。これらのデューイの思想は1933年からのニューディール政策に対応したものでフランクリンディルーズベルトのプランニングにおける政府と産業との共同体制と反響したものだった。1938年には論理学、探求の理論、 1939年にはファシズムの起源について論じた自由と文化。1949年にはトランスアクションの概念を論じた知ることと知られたものを発表した。結婚は二度し、最初の妻はアリス・チップマンで6人の子供がいる。再婚した妻はロベルタ・グラントである。ヘーゲルから影響を受け、ヘーゲル的な関連論を より人間的な経験と反省の世界に引き戻し、プラグマティズムの運動の最終段階として、市民的な思考の道具として考えることを再構築した。1887年の心理学では、ヘーゲル的な観念論と実験科学等を統合しようとした。ミシガン大学時代には、タフツやミードラと共に共同研究をし、後、シカゴ学派心理学を築く。 これらはジェームズの心理学原理に影響を受け、また文と派よりも心と行動にもたらす社会環境の役割を強調したものだった。1896年の心理学における反射弓の概念では、反射弓、レフレックスアークを刺激と反応がいかに主体の状況理解に基づくかに注目し、その循環的体系を明らかにした。また、刺激、 反応、感覚は分断されておらず、統合的な系であり、また、刺激系統は、経験によって豊かになっていくような調和性を持つと、した。同様、反応も、感覚的経験によって調整される。この論文は、機能主義心理学の基礎と現在でも見なされている。当時アメリカ心理学では、エドワード・ティッチェナーラ・ブント派の構造主義心理学が、主流であった。それは、 内観によって意識や心的経験を研究する科学として心理学を定義していた。これに対してジェームズやデューイは意識的経験を重視した機能主義を打ち出した。1970年代に入ってローティア、リチャード・バーンスタイン、ドイツの社会学者、ハンス・ヨアスラーによってこれらデューイの考え方の潜在力が再発見され、プラグラマティズムの意味さえも変えるようになった。 しかし上記したように、ウイは自身をプラグマティストとは考えず、道具主義、機能主義、自然主義などと文脈に応じて称した。またトランスアクション、相互作用を意味するインタラクションとは異なる含意を持つ、という概念は、晩期、ウイの知識理論及び経験理論で頻繁に使わされたため、この概念の方がより良く思想の概要を示すとも言える。 1938年に発表された論理学探求の理論は、ジョン・スチュアート・ミルの論理学体系への応答であった。1908年の多仏との協調、倫理学第一版では、関と倫理学のような個別的で単一の道徳的な道義の存在を否定した。また、ベンサムの倫理学に対しては、共感は、ベンサムの考えるように自然な本能として捉えるよりも、 共感を習慣的なものの見方となるまでの変容させ、そのように習慣として変容した共感によってこそ、曖昧もことした気結すべてを見通す、洞察力へと関心を向けさせると考えた。どこまでが道徳的な善に関わるもので、どこからが自然な傾向性を満足させることに関わるものなのか、この二つに境界線を引くことはできない。人間の目的とは、 最も従前かつ最も自由な形で、自らの力をそれにふさわしい対象のうちに発揮することになる。善とは、友情、家族、政治的な関わり、機械の経済的な活用、科学、芸術から構成されるものである。このような事柄から離れて成立する、道徳的な善なるものなど存在しない。このような事柄から離れて成立する、中身のない。 前期医師など存在しない。また、デューイの学習論から出てくる問題解決学習は、コロンビア大学で彼の引退と入れ替わりに、世界で初めて大学の看護学部が誕生するとき、その教育方法の根底をなすものとして影響を与た。彼の教育論は人間の自発性を重視するものである。彼は人間の自発的な成長を促すための環境を、 整えるのが教育の役割だとした。またデューイは、アレクサンダーテクニークの創始者、フレデリック・マサイアス・アレクサンダーの思想にも関心を寄せ、アレクサンダーの3つの著作の序文を書いた。民主主義の擁護にあたって、デューイは、学校と市民社会の2つを根本要素とみなし、実験的な知性と多元性、プラーララティの再構築が求められるとした。 デューイは完全な民主主義は、選挙権の拡大によってのみ実現されるのではなく、市民、専門家、政治家らによる緊密なコミュニケーションによって、形成される、従前な形での世論、プブリカピニエンも不可欠であるとした。下記も参照、サザンイリノイ大学出版局から、デューイ、エスコンプリートライティングス、デューイ全集が4セット、全38巻発売されている。 ザ・コレクテッド・ワークス・オブ・ジョン・デューイ、1882-1953、ジョン・デュイ全集、ザ・コレスポンデンス・オブ・ジョン・デューイ1871-1952、デュイ全書館集、そして、ザ・レキチャース・オブ・ジョン・デュイ、ジョン・デュイ講義集がウェブ上にあり、学術機関は、モノグラフとして、購入、個人は購読という形で読むことができる。また 大学サーバー用に低フォーマットも用意されている CD-ROM 版は中止。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。